東京工業大学は生物学や化学の分野では世界的な貢献をしてきましたが、創薬に乗り出したと聞くと不思議に思われる方がいるかもしれません。これは創薬の分野が大きく変わりつつあることと関係しています。現在がんの治療などで抗体と呼ばれる高分子を使った創薬が注目されています。狙った標的だけに強く結合し、優れた効果を発揮できますけれども、製造コストが極めて高い点が社会的な問題になっています。これに対して、ペプチドや核酸などの中分子を使った創薬では、決まった部品の組み合わせで薬を組み立てるため低コストで合成できます。また抗体ほどは大きくないので、細胞の膜をくぐり抜けて細胞内部の標的を狙うことも可能です。このように中分子医薬は従来の低分子医薬と抗体医薬の良いとこ取りをできると言われています。しかしながら中分子の創薬にはまだまだ未解決な課題も多くて、東工大が保有する化学合成技術やスーパーコンピューターによる解析技術が大きく役立つと期待されています。中分子は従来型の低分子の薬剤に比べると構造が複雑ですので、その性質を知るための計算機シミュレーションの手間が桁違いに大きくなってしまいます。また、これまで低分子向けに開発されてきた統計的な予測手法がほとんど使えないため、全く新たに機械学習による予測モデルを作り直しています。これらの計算を短期間で実現するために、我々は東工大が保有するスーパーコンピューターツバメを活用しています。我々は2017年に中分子 IT 創薬研究推進隊ミドルを設立しました。東工大の化学、生物学、薬学、情報科学、社会科学、専門家が結集して中分子創薬の課題を特に IT を活用しながら解決することを目指しています。大岡山キャンパスや鈴懸台キャンパスでも研究を進めているんですが、ここ川崎市殿町の拠点では特にペプチドを使った創薬の研究をしています。研究の一つ目の柱はペプチドが体内に入った後の薬剤効果の持続性を計算機で予測することです。例えば30分間で全て分解されてしまうのでは薬として実用的ではないので、適度な持続性を持たせる必要があります。専門的には PPB と呼ばれる値を、実験をせずに計算だけで瞬時に求め、どの部分を改良すればよいかを提案できる技術を開発しています。このテーマでは主にスパコン上での機械学習の手法を活用しています。研究の2つ目の柱はペプチドが細胞膜を透過して細胞内の標的まで到達できるかどうかの予測です。薬剤のどの部分を改良すればよいかを提案できる技術を開発します。このテーマでは主にスパコン上での分子動力学シミュレーションを活用しています。中分子の膜透過は数ミリ秒かかる現象で、人間の感覚からすれば一瞬ですが、分子の世界の時間でいうと途方もなく長いプロセスです。従来は不可能だった長時間のシミュレーションを可能にするために新しい計算法をツバメスパコンの上で実現しました。私若い頃は、ニューラルネットワークという全く異なる分野の研究者でしたが、生物学や、創薬には強い興味を持っていました。私恵まれていたと思うのは、常に最先端の計算機開発のプロジェクトの近くで働いてきたことです。今の計算機は私が若い頃の計算機の10億倍も高速なんですが、どん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 高速になる計算機を何に使うべきかということをいつも考えて、さまざまな分野の方と議論させていただきました。現在は創薬やゲノム解析の分野にスパコンを最大限に活用しています。ペプチドの創薬については同じここ殿町にあるペプチドリーム社と数年間にわたって共同研究をさせていただいています。
また川崎地域の IT 企業等とも連携を図っています。先ほどお話ししたプロジェクトのうち、ペプチドの体内持続性の予測については2019年の実用化を目指しています。膜透過予測についてはまだまだデータが不十分なんですが、持続性予測よりも 1,2 年遅れての実用化を考えています。キングスカイフロントには関連する機関がたくさん集まっていますので、議論が本当に早く進みます。私たち東工大ミドルが入居している RGB2 棟には慶応義塾大学も入居されていますが、計算機サーバー室を共同利用させていただいており、研究プロジェクトでもご一緒しています。先ほど述べたペプチドリーム社に加えて、現在は国営圏とも共同研究を進めています。これからますます優秀な研究者たちがここ殿町に集まってきますので、大変楽しみにしています。